シーケンサで知られる三菱電気製の PLC。プログラマブルロジックコントローラは、リレー回路の代替装置として開発された、制御装置である。プログラマブルコントローラとも呼ばれ、一般的に、シーケンサとも呼ばれる。プログラマブルロジックコントローラは、リレー回路の代替装置として開発された、制御装置である。工場などの自動機械の制御に使われるほか、エレベーター。 自動ドア、ボイラー、テーマパークの隠しアトラクションなど、身近な機械の制御にも使用されている。PLC の取り扱いは、情報処理技術の分野というよりは、どちらかというと、電気工事士などの電気技術者の領域である。PLC は、小型のコンピュータの一種で、中枢には、他のコンピュータと同じようにマイクロプロセッサが使われ、ソフトウェアで動作する点も同じであるが、 PLC の動作の仕方は他のコンピュータとは異なる。通常のコンピュータがチューリングマシンを原型とするノイマン型の動作モデルを採用しているのに対して PLC はリレー回路を原型とするステートマシンを動作モデルとしている。従って PLC のプログラムはリレー回路を記号化したプログラミング言語が使われる。 そのプログラムはリレー回路を模した図に変換することが可能である。その図をラダーズという。ラダーズははしごのように見えることから由来するが、プログラム的にはすべての入出力が拉致されることで、入出力の同時性がプログラム上確保されているに過ぎない。一般の演算装置同様、インデックスレジスタ等の間接指定も容易にできることから、 一般的アッセンブル言語を習得したものなら、ラダー回路は、その記述方法が違うだけで容易に習得可能である。なお、演算結果を内部メモリ領域に格納するにあたって、メーカーによって、初期設定が電源喪失後、揮発する設定になっている場合があり、不揮発領域の最定義が必要なメーカーも存在する。PLC のプログラムは、電気回路を記号化したものなので、 電気技術者の分野となる。PLC は巨大な機械装置や人を運ぶ装置を制御することが多く、極めて高い安全性と安定性が求められるため、特に安全性が要求される分野への使用にあたって、その使用については革命家との協議が必要である。PLC のプログラムは最近ではバッテリーを使わない、フラッシュメモリが使われることが多い。以前は、 バッテリーバックアップされたメモリが使用されることが多かった。バブルメモリという特殊なメモリが使われる場合もある。実際のリレー回路と異なる点としては、PLC は前回値と今回値を使用できることである。リレー回路は電流が流れるだけなので電源喪失後の信号回後の保持には、機械的、ラッチリレー等が必要になる。PLC の特徴の一つとして、 豊富な入出力機能がある。入力側は、リミットスイッチ、センサー、温度計、複雑な位置決めシステムから得られる位置情報などを読み込む。場合によっては、マシンビジョンも使用する。出力側は、モーター、空気シリンダー、液圧シリンダー、振動板、リレー、それの移動を駆動する。入出力機構は内蔵されており、大規模な制御をする場合は、 PLC 同士をネットワークでつなぎ、I-O モジュールを接続して使用する。拡張モジュールの使用にあたって、パソコンのようにドライバをインストールする必要はない。電子ブロックのようなイメージでモジュールを増設することができる。勝手は PLC 本体とベースユニットの構成にチャンネルユニットを増設していく形だったが、最近はベースユニットがない形状が一般的になっている。 これは、当初のチャンネルユニットの i、o 概念が、パラレル i、o が主体だったものが、多機能化によりシリアル i、o でないと拡張性を維持できなくなったことに由来する。物理的 i、o アドレスは、従来のパラレル用、ベースユニットの束縛がなくなり、i、o インターフェースのアクセス速度などの制限はあるものの、ほぼ無限大に拡張できる基本が確立された。そのことにより、 メーカーにより異なるが、多機能入出力ユニットについては、ラダー用ソフトでその入出力領域について、再定義しないと、PLC 側が認識し得ないことが多々ある。PLC は、従来の自動化システムで使われていた数百、数千のリレーや、カムタイマーを置き換える安価な代替品として、発明されたものである。PLC 一つで、数千のリレーを置き換える、ようプログラムすることができる。 はじめに登場した時期は主に自動車産業の工場で使われ生産設備の制御盤の配線を変更する代わりに PLC のソフトウェアの変更でモデルチェンジに対応できるようにした。ラダーズの例一般的な PLC はソフトウェアとしてラダー論理というものを使う。ラダー論理というものはリレー回路を記号化したものでラダーズというはしごのような図形で表す。 電気技術者は回路図の問題を解くようにラダー論理を使い PLC のプログラムを図面で扱うことができる。この方法が選ばれた理由はリレー回路をシミュレートすることで普及を促進させるものであった。現在では一般のコンピュータと差の少ない PLC も使われるようになった。IEC61131 から3標準規格によれば PLC を構造化プログラミング言語でプログラムすることも可能で論理基本操作でプログラムすることもできる。シーケンシャルファンクションチャートと呼ばれるグラフィカルなプログラミング表記法を用いることができるプログラマブルコントローラーもある。プログラム目的によりラダーで記述することのできない拡張を命令軍が主体となることもあるが、 規模の大小に関わらず係装系や文字などの扱いのないリレイロジックでのみの制御ではラダーズのみのプログラムでも十分コスト及びスペースメリットが出てくるものである PLC プログラムは一般に制御対象システムが動作中は反復的に実行されている物理的な入力点の状態はプロセッサがアクセス可能なメモリ領域にコピーされその領域を I。 大イメージテーブルなどと呼ぶ。プログラムはそれを入力として最初から最後まで動作する。これには若干の時間がかかり、その出力状態に従ってあい、大イメージテーブルを更新する。プログラムが小さく、プロセッサが高速なら、このスキャンにかかる時間は数ミリ秒で済むが、大きなプログラムではもっと時間がかかる。スキャン時間が長すぎると、 工程の状況への PLC の反応が遅くなり、使い物にならなくなる。PLC の発展に伴い、ラダーの実行順序を変更する技法やサブルーチンの実装が行われてきた。それによって、プログラミングが単純化され、スキャンタイム短縮にもつながっている。例えば、制御対象の機械のセットアップにのみ使われるプログラムの部分は、 通常運用時のスキャンには含まれないよう分離することができる。PLC で扱う信号はデジタル信号である。デジタル信号とは単純に ON と OFF の信号だけである。押しボタン、リミットスイッチ、光スイッチなどがデジタル信号を発生するデバイスである。デジタル信号は電圧か電流で判断され、ある指位置で ON か OFF かが決定される。 例えば 24VDC の入出力を持つ PLC では 22VDC 以上を ON と判断し 2VDC 以下を OFF と判断する。電流入力の方が電圧入力よりも電気的ノイズに強い。アナログ信号はボリューム制御のようなものであり一般に0からある最大値までの値を示す。アナログ信号には電圧や電流が使われる。 アナログ信号は AD コンバータなど呼ばれる PLC の iO モジュールによって整数値に変換され PLC に取り込まれる。逆にデジタル信号をアナログ信号に変換するモジュールを DA コンバータなどという。アナログ信号は連続した無限個の数値だがデジタル信号は有限個の数値しか使えない。そのためアナログ信号の取り込み範囲と精度は デバイス側の精度と PLC 側の信号線の割り当てのバランスで決定される。例えば、0から 24VDC の範囲のアナログ信号があり、PLC で8本の信号線がこの入力に割り当てられたとすると、0V はデジタルで0、24V はデジタルで255となるだろう。精度は24、256となり、約 0.1V 以下の変化は無視される。 25VDC の入力があった場合にどう解釈されるかは PLC に依存する。例としてタンクに水を入れる装置を考えてみよう。タンク内の水は別のシステムが必要に応じて組み上げて使用する。ここで注目するシステムはタンク内の水を一定量に保つシステムである。デジタル信号だけを使った場合、PLC は入力として タンクが空かどうかを示すスイッチと満タンかどうかを示すスイッチを持つ。また、出力としてはタンクに水を入れるバルブを開閉する出力信号を一つ必要とする。どちらのスイッチもオフかタンクが空のスイッチだけが ON の場合、PLC はバルブを開けて水を入れる。タンクが満タンのスイッチだけが ON になったらバルブを閉じる。両方のスイッチが ON になったら スイッチの少なくとも一方が故障したと判断できる。満タンかどうかのスイッチだけで判断しないのは少しずつ水を使うような状況でスイッチが一つだけだと頻繁にバルブの開閉が行われて機械が消耗するのを避けるためである。アナログシステムではタンクの重さを測定する重量計と流量を制御できるバルブを使う。PLC はピド フィードバックループを使ってバルブを制御する。重量計は PLC のアナログ入力に接続され、バルブは PLC のアナログ出力に接続される。このシステムではタンク内の水量が少ないほどバルブを大きく開けて、素早く水を満タンにしようとする。水量が素早く減っている場合、バルブも大きく開けられる。ほんの少しだけ水が使われている場合、 バルブは少しだけ開けられ、ゆっくりとタンクに水を入れる。このシステムでバルブのフラッター状態を防ぐために、こういった制御装置では、負荷体が設けられる。つまり、水の減り具合の変化がある敷地より下なら、バルブを開閉しないようにする。そうすることで、バルブの動作が最適化され、消耗を防ぐことができる。実際のシステムは両方を結合して使用するかも、 知れない。デジタル信号を水が溢れるのを防ぐために使用し、水量をなるべく一定に保つためにアナログ信号を使う。さらにバックアップやホッシュ状態を考慮することで実際のシステムは複雑化していく。モジュール型の PLC は組み込まれる、入出力の数が限られている。一般に基本モデルの入出力数で足りなければ拡張機構を使う。 ラック型の PLC はプロセッサモジュールと分離した I-O モジュールになっていることが多い。場合によっては I-O モジュールが多数のラックから構成されることもある。その場合、数千の入出力を持つ。プロセッサと I-O モジュールの間は高速シリアルリンクで接続されるので離れていてもよく大規模工場で配線コストを低減させるのに役立つ。 さらに大規模な入出力システムが必要な場合、プロセッサ間を P2P の通信システムで接続する。これにより大きなシステムを分割して制御し、かつ全体として通信して強調動作させることができる。この通信リンクはヒューマンマシンインターフェース機器を接続するのにも使用可能である。一般に入力数は出力数の3倍必要と言われている。 センサーなどの故障に備えて入力を上調化することが多いためである。PLC のプログラムはパーソナルコンピュータ上の特別なアプリケーションで作成し PLC にダウンロードする。単純なものは現場で作ることも多い。以前はプログラム専用のハードウェアを使用していたがノートパソコン等の発達によりほとんど見られなくなった。 プログラムは PLC ごとにバッテリーバックアップされた RAM や不揮発性のメモリに格納される。一つの PLC で数千のリレーを置換するようプログラムすることもできる。初期の PLC は電気技術者が使うことを想定して設計され、彼らは業務で使用するうちに PLC のプログラミングを学んだ。 専用のプログラミング用パネルや端末があり、PLC プログラムの各種論理要素に対応したファンクションキーが並んでいた。その後 PLC はリレー回路の配線に対応するようになっているラダー論理でプログラムされるようになった。最近の PLC はラダー論理だけでなくベーシックや C 言語を使ってプログラムすることもできる。また状態遷移図に基づいて PLC のプログラミングをする方式もある。ただし、高級言語で複雑なプログラムを組む際は、ライブラリーの内容を理解していないと、本来組み込むべき引数などの定義や多重化の限度数などの誤りを認識できず、ライブラリーから帰ってくる結果を利用する分岐プロセスで重大なエラーを起こすことがある。最近では、国際標準規格 IEC61131 から3が、 一般的になっている。それによると、5種類のプログラミング言語が定義されている。FBDLDSTL そして SFC である。これらの技法は処理の論理構成を明確にするもので、ある。PLC には、単一変数汎用工業フィードバックループ、つまり、PID コントローラー、積分、微分ループが含まれることもある。PID ループは、工業プロセス制御では、 一般的な方式である。ピドループは水泳用プールの p h 値の制御にも使われる。PLC は場合によっては設定変更や警報表示や定時制御のために人間とやり取りする必要がある。ヒューマンマシンインターフェースがそのために使われる。単純なシステムではボタンとライトでやり取りする。 テキスト表示やグラフィック表示の可能なタッチスクリーンも使われることが多い。最新の PLC ではネットワーク経由で他のシステムとやり取りすることができる。PLC はアメリカ自動車産業での必要性から開発されたものである。PLC が登場する以前、自動車製造における制御回路、シーケンス回路、電動回路はリレーや タイマーや独立したヘループコントローラーを使って構成されていた。そのような装置を毎年のようにあるモデルチェンジの度に変更、修正するのは非常に時間と手間のかかるプロセスである。というのもリレー回路の配線を変更するのは熟練した技術者でなければできなかったからである。デジタルコンピュータが登場すると汎用のプログラム可能デバイスとして 製造工程の制御にも応用する動きが見られるようになった。初期のコンピュータはプログラミングの専門家と温度や周辺の空気の綺麗さや電力品質などの面で厳格な環境管理を必要としていた。産業用制御コンピュータにはいくつかの属性が求められる。まず、製造現場の環境で動作可能でなければならない。また、 要因に拡張可能な方法で、理算的入出力をサポートする必要がある。使用するのに何年もの訓練を要するようでは、使い物にならない。動作状況を監視できるようになっている必要がある。制御するのに十分な反応速度も要求されるが、工程の性質によって必要とされる反応速度は異なる。1968年。 ゼネラルモータースのオートマチックトランスミッション製造部門はリレーシステムを電子的に置換するための要求仕様を作成した。契約を取り付けたのはマサチューセッツ州ベッドフォードのベッドフォードアソシエーツ社である。最初の PLC はベッドフォードアソシエーツ社の84番目のプロジェクトであったため084と名付けられた。ベッドフォードアソシエイツ社は PLC の開発、 製造、販売、保守を行う、モーディコン社を設立した。このプロジェクトに関わった人々の中に、PLC の父と呼ばれるディック・モーリーもいた。モーディコン社は開発製品を、モーディコン084として発売したが、信号の流れが、パネルによって把握できるように工夫され、信号の逆追跡が可能になった、画期的な製品であった。また、運転中でも一部のコイルを強制終えぬ。 オフできることも特徴で今では普通である。内部は16ビットのミニコンであり、インタプリタによってオンラインで命令を実行するものであった。これは大麻、カウンタプリンタがついており、電話回線による故障診断が可能など当時としては完成度の高い製品であった。モーディコン社は1977年、グールドエレクトロニクスに売却され、後に ドイツのアイグが取得。その後フランスのシュナイダーエレクトリックがオーナーとなり、現在に至っている。最初のモデル084は、マサチューセッツ州ノースアンーバーにあるモーディコン本社に展示されている。同マシンは20年弱ずっと使われ続け退役した後に GM から寄贈されたものである。ありがとうございます。